おはこんばんちは、伊藤です。まさかのサプライズ、ヌシ青足がに続いて、ヌシビオレイヤーにも重大異変が配信されました。この超強過去体は、気絶耐性がかなり上がっているとのことで、鉄鋼を主軸としているハンターら絶望している方もいるのではないでしょうか。その幻想をぶち壊すために、今回は超強過去体、ヌシビオレイヤーをスタン地獄に落としてみせましょう。一応、2分ほど人が間取りを取るたびに出ていたので、詳しいルートを知りたい方は、シャープ6の動画をぜひご視聴ください。使用している武器は、私の相棒、テオフガンマルスです。装備構成は、動画の最後に紹介していますので、ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。事前情報では、結構苦戦されている方が多いという、この超強過去体のヌシビオレイヤーですが、ちゃんと体力を積んでいけば即死することはないです。私のように悲願が多い方でも、安心して狩ることができますので、ぜひ人が間取りを取るようにしてみてください。そして、気絶耐性がかなり上がっているようですが、実はヒルミが運と合わせて結構拘束することができそうです。やっぱり鉄鋼ヘビーは、拘束してなんぼのスタイルですよね。敵の気絶耐性が上がっているなら、こちらの蓄積値を上げれば、彼女はただのヌシビオレイヤーになるのです。ネタ流しをすると、スキルで KO 術レベル3を積んでいます。KO 術の蓄積値上昇率は高く、レベル3で 1.4 倍になるのです。1.4 倍ってやばくないですか？火力が 1.1 倍になってすごい取り上げているのに、1.4 倍は破格な効果ですよね。しかも、おなんぼ KO 術とも重複します。おなんぼ KO 術の効果は 1.1 倍らしいので、単純計算で 1.5 倍、拘束力が増すことになります。今回は、おなんぼ KO 術は積んでいませんが、まだ伸びしろはあるということですね。拘束力は、間接的に DPS に関係してくるので、なかなかダメージを与えられない方には重要な要素です。まさに弱者生存戦略にふさわしい、鉄鋼馬場ではの拘束率と火力の融合。KO 術は、スタンさせやすい敵にはあまり効果を感じにくいですが、このヌシビオレイヤーのようになかなか拘束しにくいモンスターが時かぶスキルですね。おそらく流れ的に、他のヌシ系モンスターも重大異変が来そうな感じではあるので、今後も活躍できるのではないでしょうか。てっきり、ソニックコラボでおわびかなと思っていたので、ある意味嬉しいサプライズでしたね。あと、ヌシビオレウス、ヌシビアブロス、ヌシビニオウが、年内は、この超強過去体で楽しめそうです。超強過去体の塩田丸旗た姫も、忘れてはいけないですね。私は、この超強過去体の実装の意図や、ライフを盛り上げる要素もありますが、サンブレイク、G10 へのテストだとも思っています。ゲーム制作で難しいのは、難易度調整とも言われます。難しければ難しいほど、コアなファンは喜びますが、ライトユーザーはクリアできずに離れていきます。逆に簡単にしてしまうと、コアなファンはつまらなく感じてしまうでしょう。難しくもなく簡単でもないと、中途半端になって、逆に微妙という評価を受けるので、そのちょうどいい塩梅というのが非常に難しい。なので、最近配信が続いている、比較的簡単なクエストと、超強過去体のように難易度の高いクエストを織り交ぜて、ユーザーの反応を見ているのではないでしょうか。きっと、得られた例からサンブレイクにも反映されると思いますし、私たちにできることは、全力で楽しむ以外にはありません。私は、基本的にボウガン系ばかり使っているのですが、剣士にとってこの超強過去体はどうなのかなというのを知りたくて、最近たちで遊んだりしています。私の知っているたちとは、もう別物の動きで困惑しましたが、プレイの幅を広げる意味での練習をしてみたいと思います。何より、抜刀術がかっこよすぎていいですね。あれは、中二病の私にはたまらないものがあります。ガンマーとはまた別のゲームをしているようで、新鮮ですし、まだまだ遊べる要素はたくさんありそうですね。おや、ヌシビオレイヤーできつい。超強過去体のはずですが、もうフラフラですね。こちらの鉄鋼ムーガンの弾丸がもうないのですが、まともに勝つこともできなくなっているようです。力
一区切りついたが、私も補充したいところです。ここで瀕死マークが点灯しました。補充するか、このままゴリ押すか悩みどころです。結構混戦なので、通常の弾はそこまで強くないんですよね。弾がなくなったが、補充しに戻るのが安全だと思います。とりあえず、時間稼ぎの先行が投げた鬼ボスしています。この一撃を食らったことで撤退を決意しました。まったく、判断が遅い。一時撤退。補充して戻ってきました。とりあえず、バフを一通りしておきましょう。すぐ倒せると思いますが、油断大敵。最後まで何が起こるか分からないのがモンハンです。しっかり臨戦態勢を整えて、いざ勝負。このエリアは薄暗くて、リオレイヤーの色ともちょっと似てるので、戦いにくいですね。禁止でここに来たということは、火山エリアでの巣がここなのでしょうか。左前の少し盛り上がっているところで寝るつもりだったのでしょうか。そうだったが、少し様子見して待っていた方が良かったかもしれません。寝ていたが、ヌーデキガンを打ち込んで終わりだったと思います。はい、お疲れ様でした。火力は確かに高いけど、しっかりと人が守りを取っていれば、即死するほどではなかったですね。メイン報酬は、逆ヌーデキ隊の証級でしょうか。個人的には、9よりも5が欲しい気がします。クリアタイムは、8分49秒。では、装備構成をご紹介していきます。武器は、テオフガンマルスにパラーバレルと、炎王竜の魂をつけています。防具は、上から、頭、バイクSヘルムに、切断樹と転写樹をつけています。防、バイクSメイルに、装填樹と、慶応樹と、装填樹をつけています。腕、リノプロ S アームに、慶応樹と、翼半樹をつけています。腰、ヤマフ S コイルに、慶応樹と、翼半樹を2つつけています。足、ハンター S グリーブに、砲術樹をつけています。墓石は、装填速度レベル2と、回避距離アップレベル1の墓石に、切断樹を2つつけています。スキル構成は、攻撃レベル4、弾丸節約レベル3、慶応術レベル3、砲術レベル3、装填拡張レベル3、装填速度レベル3、反動軽減レベル3、ブレ抑制レベル1、回避距離アップレベル1、気絶耐性レベル1。この構成で、レベル3鉄鋼榴弾が、3発装填を、反動装、リロード速いで撃つことができます。この構成では、今回は慶応術をつけていますが、すべて装飾品でつけているので、火力を上げたいのであれば、攻撃をレベル7にしたり、フルチャージをつけたりすることもできますし、避難が多い方は、回避距離を上げたり、精霊の加護をつけたり、自分用にカスタマイズできるのでおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。はい。ということで、いかがだったでしょうか。超強化個体の実装は、ぜひ続けてほしいところですね。未踏討伐も面白そうです。今回の内容が良かったと思っていただけましたが、ぜひチャンネル登録と、高評価ボタンをお願いいたします。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。星がまた